はい、プレイボール、どうも野球人です。オリックス、韓国2冠王ロハスを獲得調査へということでございまして、新外国人情報をですね、早速見ていきたいと思います。オリックス、韓国2冠王ロハスを獲得調査へ。オリックスが新外国人として韓国 KT のメル・ロハスジュニア外野手30歳獲得に向けた調査を進めていることが8日明らかになった。ロハスは右投げ両打ちの外野手、メジャー経験はなくマイナーでも8年で通算46本塁打と目立った成績はないが、2017年途中に KT へ移籍してから急成長。4年目の今季は打率3割4分9厘47本塁打、135打点で本塁打と打点の2冠王に輝いたパワーヒッターだ。打つだけでなく、昨年はゴールデングラブ賞を獲得するなど高い守備力を誇る。2年連続最下位に沈んだオリックスにとって最大の課題はリーグ最低の442得点が示す通り得点力不足。韓国で4年連続打率3割以上を記録し、一発丸ロハスの打力は喉から手が出るほど欲しい。加えて左翼、吉田正尚意外に固定できなかっただけに外野の守備力も魅力だということでございます。で、まあ今年はね、新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグがアメリカの、ね、中心になっております。どの球団も新外国人獲得調査は、難しい状況となっている中、そのため NBB の、他の球団も獲得に名乗りを上げる可能性が高く、争奪戦は必至と見られます。KT は9日からプレーオフに臨み、オリックスではシーズン終了も、待って獲得に向けた動きを本格化させるということでございます。まあ、ロハス選手ね、今年大活躍でしたけど、まあ、日本だけではなく、まあ、メジャーリーグとかもおそらく視野に入れてということになるので、結構ね金額っていうのは、いくんじゃないかなっていう予想はつきますね。では、そんなロハス選手、どんな選手か見ていきましょう。はい、メル・ロハス・ジュニアですね。年俸約1億6000万円。正確には、年俸は6000万ドルですね。で、契約金が5000万ドル。そしてオプションが2000万ドル、らしいので、まあ、それを足して日本円に換算すると1億6000万円ほどということでございます。はい、そして出身地、生年月日はこちらですね。まあ、30歳ということで、まだまだね、全然、若い選手ですね。189センチ、102キロ、ポジション外野で右投げ、両打ちの選手です。そして、獲得タイトル、本塁打、打点王を、ゴールデングラブ1回という成績でございます。はい、というわけで続きまして、メル・ロハス選手の KBO の打撃成績見ていきましょう。はい、こちらがロハス選手の成績です。まず KBO の通算成績を見てみると、511試合で3割2分1厘、1971、打数で633打132、本塁打を放っております。BBK を見ると0.437ですね。出塁率3割8分8厘、オーベースが 0.982 という成績です。まあ、2017年から、まあ、4年間しっかりとね、成績を積み上げてきております。で、まあ、やっぱりね、パワーっていうのは素晴らしいです。 OPS もかなり高いので、非常に、ね、優秀なんですけど、まあ、ちょっと気がかりなのは BBK が、結構低いかなっていう感じですね。まあ、三振が多いのとフォアボールをそんなに選べるタイプじゃないのが、まあ、どう出るかなって感じですね。まあ、こういうタイプね、オリックス本当に好きですね。去年獲得した、まあ、ジョーンズ選手も、ロドリゲス選手もどちらも、同じようなタイプなので、うん、まあ、あえてこういうタイプを調査してるのかなっていうふうには思いますね。はい、そして今年ですね、2020年 KBO の成績を見ると142試合、打率3割4分9厘、550打数、192安打、47本塁打ということでございます。BBK は 0.500 と通算よりはね、若干高くなっております。出塁率4割1分7厘と、で OPS 1.097 という成績なので、まあそうですね、韓国で今一番打っているバッターと言っていいでしょう。まあ、KBO出身というとね、このところ、まあ、結構ね NPB にも来ております。まあ、活躍具合っていうのは、まあ、様々なんですが、まあ、一番ね参考になるかなって思う選手の成績もちょっと見ていきたいと思います。こちらの選手ですね。はい、この選手ですね、阪神タイガースのサンズ選手です。
まあ、彼もね KBO 出身でございまして、2019年 KBO の成績は139試合で、打率3割5厘、525打数160安打28本塁打を放っております。で、まあ、打点113で打点王もね、しっかりと取っておりました。で、BBK で見ると、0.762 と、いう風になっておりまして、非常にファーボールが多く、こちらもね、悪くない成績を残しておりました。出塁率3割9分6厘、オーペースが、9割3分9厘と、いう風になっておりますので、まあ、しっかりと成績を残した中で NPB に、やってきました。まあ、ロサリオ選手とかね、まあ、いたんで、まあ、ちょっとあまり期待はされていなかったんですけど、はい、2020年 NPB の成績、11月10日の試合前の成績見てみると、108試合で打率2割6分1厘、97安打19本塁打という成績です。 OPS で、見ると0.827 という成績でして、まあ方針でね、これだけ成績残すのは、まあ、まずまず、球大伝といったところではないでしょうか。まあ、なのでフォアボールもね、しっかり選べているので、で、まあ、阪神としては、まあ、来季も、しっかりと契約したい成績を残してくれたので、まあ、オリックスでもね、このぐらい、まあ、ロハス選手が打ってくれるんであれば、まあ、非常に、ね、計算というか、まあ、今のオリックス打線に、とっては非常に、ね、いいバッターであるのは間違いないですので、まあ、しっかりの、ね、交渉、まあ、年俸が、ね、どのくらいになるかわからないですけど、契約、してほしい選手かなっていう風に思っております。はい、では、最後に今のオリックスの外国人選手を確認して終わりたいと思います。はい、こちらが現在のオリックス、外国人選手です。まあ、見ていくと、まあ、野手はジョーンズ選手、モヤ選手、そしてここに、まあ、ロハス選手が入ってくるかなっていう感じですね。まあ、ロドリゲス選手は正直微妙ですね。来契約は多分しないんじゃないかな。やっぱりロハス選手調査してるっていうことは。なので、まあ、ちょっとここは省かせていただいてるんですけど、でピッチャーで見るとディクソン、ヒギンス、アルバースが、まあ、3投手ともねしっかり活躍しておりましたので、まあ、こういう布陣になるかなっていう感じですね。で、外国人枠5人の継続っていうのも発表されましたので、まあ、来季5人体制で、まあ、野手ね3人、になるか、投手3人になるかは分からないんですけど、そこにねしっかりロハス選手が、ね、入ってくることによって、打線の強化っていうのもね、できると思うので、まあ、ロハス選手に限らずね、もう一人野手は、ロドリゲス選手を切るのであれば絶対的に必要なのかなっていうふうには思いますので、でもしね彼が来るんであればホームラン、数っていうのもかなり期待したいところなので、まあ、ぜひね、来ることを祈ってというかね、まあ、オリックス以外ももしかしたら NPB の選択肢としてあるかもしれないので、まあ、ちょっとねそこは、注目、していただいていいところなんじゃないでしょうか。はい、というわけでオリックス韓国2冠王ロハスを獲得調査へということで見ていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、まだね調査段階で何とも言えないんですが、まあ、獲得、するんであればまたねその後しっかりと、今回よりも詳しい情報というのをお届け、しようかなっていうふうに思って、おりますので、またその際はね、見ていただければ嬉しいです。はい、というわけで、チャンネル登録高評価、あとコメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せのゲームセット、ありがとうございました。